エジバウドロ・ハスエール・モーサは、ブラジル・マット・グロス・ソ州、クイアバ出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。ボリビア代表。アトレチコ・パラナエンセの下部組織出身で、2004年にトップチームに昇格した。2005年から2008年にかけては、国内の4つのチームに期限付き移籍した。2008年7月、ポルトガルのナバルへ完全移籍で加入し、4年間チームの 主力フォワードとして活躍。2012年はタイのムアントニユナイテッドに所属し、リーグ優勝を経験した。2013年より日本のショーナンベルマーレへ期限付き移籍。同年5月、ムアントニユナイテッドへ復帰した。ブラジル生まれであるが母親がボリビア人であるため、ブラジルとボリビア両方の国籍を持っている。2011年、ボリビア代表に招集され、 6月4日の新善試合パラグアイ戦で代表デビューを果たした。コパアメリカ2011のメンバーにも選ばれ、7月1日開幕戦となった開催国のアルゼンチン戦では先制ゴールを挙げた。2013年4月2年ぶりに代表に招集され、ボリビアサンタクルスデラシエラで行われた新善試合ブラジル戦に先発フル出場した。ありがとうございます。